日本語話せるのは昔青森に留学したから。青森は日本語しか何にも通じないから、日本語話せれば、日本語話せないと注文できないから飢えて死ぬ。だから青森で最初に学んだ日本語はリンゴをくださいだったよ。次、青森で学んだ日本語はねぶたをくださいだったよ。